スポーツ大学院ニューイヤー駅伝順位予想。はい、この方紹介します。父ちゃんお願いします。はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、第65回全日本実業団対抗駅伝、まあ、略してニューイヤー駅伝ですね。1月1日に、もう新春早々行われる駅伝です。日本一を決める駅伝と言われております。9時15分、朝の9時15分スタート。早いですよ、結構。で、1月1日、実はね、1988年からなんです。それはね、その前まで会ってたんですけど、1月1日に始まったのは1988年から。で、全7区間、100キロ走ります。37チームです。予選を勝ち抜いてきた37チームです。シード権は毎年ありません。で、沿道の観戦をしないように要請、今回もね、自粛されております。自粛をしてね、観戦をするという形になっております。そして2区はインターナショナル区間、外国人、チケット外国人がですね、走る区間が決まっているという独特の駅伝になっております。ということでちょっと見ていきましょう。通算優勝、旭化成25回、現在4連覇中。まあ、ご存知の通りね、今ね、旭化成4連覇中なんです。だから今回5連覇かかっております。そして、コニカミノルタ8回、SB 職員4回、トヨタ自動車3回と、見てもわかるように旭化成がもう圧倒してる優勝回数だけでいくと。もちろんね、ちょこちょこ優勝してる実業団ありますけども、もう旭化成が圧倒しております。そういった中の実業団駅伝になります。昨年の結果こういう形になってます。旭化成、トヨタ自動車、ホンダ、こんな感じですね。旭化成は小野選手6区でね、区間賞取ってます。トヨタ自動車はケイタニー選手という外国人頑張りました、すごく。まあ、ずーっと行きましてですね、カネボ、鈴木選手のスタートダッシュが来ましたね。そういう意味でね、ここら辺もね、まあ、常連ということになりますけど、やっぱ優勝も狙えるチームなのかなと思います。去年のね、ちょっと軽い概要を言うと、井上博人選手、MGC で負けた井上選手がですね、三菱重工、この時はね、MHPS かなっていうチームで区間賞を取ってますね。4区で区間賞を取っております。そしてあと、さっき言いました旭化成の小野選手が、高校生から旭化成に入ってね、20歳でね、区間新を出しております。こういったね、見どころのある去年のね、ニューイヤーでした。あとはね、なんと言っても旭化成にね、相澤選手なんか入ってますからね。そういう意味でね、今年のニューイヤー駅伝はね、めちゃくちゃ面白いと思います。そして今回、解説はですね、大迫選手と、尾形選手。マラソンの大迫選手と、まあ、いつもおなじみの尾形選手。尾形選手っていうかね、尾形さんになります。で、この二人が解説するんで、またね、ポイントポイントのお話も聞けるんで、楽しみだと思います。そしたらですね、今回はね、このニューイヤー駅伝を順位予想、そして区間予想も勝手にさせていただきました。私のね、あくまでも予想なんで、それをぜひ見て、皆さん共有してください。じゃあ行きましょう。順位予想はこちらです。ドーン。はい、こちらですね。ニューイヤー駅伝はこうなる。2021年の順位予想です。あくまでも私は勝手に予想させていただきましたんで、ご了承ください。1位はね、旭化成。ちょっと、本命すぎてつまらないですかね、皆さん。でもね、旭化成しか、ちょっと思い浮かびません。で、2位はね、富士通。3位はトヨタ自動車。4位 GMO。5位ホンダ。で、6位住友電工。7位ヤクルト。で、NTT 西日本、日立物流、三菱重工ということにしました。この順位、1位旭化成にしてる理由は、やっぱり相澤選手ですね。東洋大学からね、スーパールーキーとして入ってきてます。全日本選手権でもね、日本記録でね、1万メートル勝ちました。やはり相澤選手のね、まあ、ずーっと4連覇してるそこに相澤選手が入ってきた。勝てないわけないだろって感じです。で、2位富士通。富士通去年走ってないんですけども、今年東日本で優勝しました。メンバーを見るとね、すごい。そして5000メートルチャンピオンの坂東選手もいます。そういう意味で富士通を2位。で、3位のトヨタ自動車、自力がありますね。服部優馬選手とか藤本拓選手。長い距離で強い選手が結構多いです。大石みなと選手や早川翼選手もいます。走るかわかりませんけどね、そう熱いです。もちろん、西山祐介選手、そして久保田忍選手もいます。で、GMO。GMO はね、まあ、去年、初めての初出場で5位というね、快挙でしたけど、今年は4位。花田監督、花田勝彦監督ですね。早稲田のエースだった花田監督が GMO に来て、そして青山学院大学の選手がね、結構多いので有名ですけど、そういう中でね、GMO はどこまでやれるか。そしてね、吉田優也選手、福岡国際マラソンで2時間7分台を出した吉田優也選手もいます。そして5位、ホンダ。なんといってもね、去年まではね、やはり久原優太選手がいるとか言ってましたけど、今年は調子悪いんですかね。わかりませんけど、
設楽悠太選手います。しかしね、他の選手が強い。そしてね、なんといっても伊藤達彦選手、ホンダに入りました。旭化成で相澤選手が入ったんなら、伊藤達彦選手はホンダに入ってきてます。まあね、長い区間僕走ると予想してるんですけど、まあ設楽選手、伊藤選手、そして小山選手なんかもいいんで、ホンダあり得るんじゃないかなと思ってます。そして住友電工、渡辺康之監督、遠藤日向選手がね、多分走ってくると思います。全日本選手権を回避して、ここに合わせて来たと思います。そして田村和樹選手とか、あとはね、安倍選手いますね。安倍選手はあの明治大学の、もう走りますんでね。ぜひね、住友電工応援したいなと思います。そういう意味でね、こういう風にさせていただきました。こちらね、6位までね、まあ、他の動画でね、区間の予想、まあ個人的な意見もね、どんどんこう入れて、区間の予想もしていきたいと思いますんで、ぜひ、ご期待ください。そしたらここ、注目の選手書いてます。この10位以内にね、入らないでもね、他のチームでね、すごくいい選手いっぱいいます。東映ネックの河合選手、服部弾馬選手ですね。愛三工業の山口選手もいいですね。この前3000メートル障害、全日本選手権の3000メートル障害で勝った選手ですね。で、松宮選手40歳。愛知製鋼の松宮選手、多分走ると思います。で、ワークナー・デレセ選手、平松病院。で、小賀清選手、アスカー電機。中村慎一郎選手、九電工。山本選手、山本健二選手ね、松田。そして、佐藤祐樹選手、佐川ホールディングス、SGH です。移籍しましたね。こういう感じでね、もっとね、見応えのある注目選手がいっぱいいる。そういう意味でもね、ニューイヤー駅伝、ポイントポイントの区間でもね、めちゃくちゃ面白いと思ってます。ですから、このね、チームばかりでなく、こういった選手もね、個人的に応援していくとね、非常に面白いと思いますし、今週は多分期待通りの走りすると思うんで、ぜひ見ててください。で、私ね、ニューイヤー駅伝こうやって予想しました。したんですけども、ここに書いてます。監督が熱いんです、実は。僕の中ではね、ニューイヤーはね、選手たちももちろん走るのめちゃくちゃ楽しいんですけども、それを指導するね、チームのね、監督さんがね、熱い。こちら軽くちょっと、紹介していきたいと思います。渡辺康之選手、監督ね、ごめんなさい。高橋健二選手、この選手もね、マラソンではね、めっちゃ速かったですね。飛び出しが速かった。富士通の監督してます。で、井端選手、花田選手、高岡選手、小玉選手。ちょっと選手と呼ばせてもらってますけど、まあ選手のイメージが強いんで、高岡さんなんか金棒ですね。元日本記録、マラソンの日本記録保持者です。そしてその前の日本記録保持者、小玉さん、愛知製鋼しております。で、こちらに来て森下浩一選手、バルセロナのマラソン日本代表ですね。銀メダルを取りました。そして法政大学のキャプテン、磯松選手、コニカミノルタに入って活躍しました。そのまま監督されてます。で、別府健二選手、日本体育大学が優勝した、箱根駅伝で優勝した時の監督ですね。日立物流に移って、日立物流にあの優勝した服部翔太選手とか入ってきてますね。それで今年もね、なかなか僕9位に予想してますけど、そんなチームになっております。清水浩二選手、もう古くは東京マラソン、東京国際マラソンでね、優勝経験もあるマラソンの選手でした。そして伊藤国光選手、金棒のね、ずーっと監督してましたけど、JFE スチールの方に移られて監督しています。まあ次第に強くなっていくと思います。そして犬伏さん、大塚製薬。この方ね、2時間6分台マラソンの、で、オリンピックにも出てますね。はい、そういう意味でね、監督さんがね、なんか熱いんです。だから監督さん走ってくれればね、非常にね、オールドファンなんかはね、めちゃくちゃ熱いんだと思いますけど、まあこの人たちが教える実業団駅伝になります。その中でね、やっぱりね、こういった順位になるんですけど、皆さんはどうでしょうか。上位のね、6チーム、ちょっと6チーム注目なんで、他の動画でね、区間予想してみたいと思います。そしてね、いろいろ細かく分析したいと思います。まあそういう感じでね、実業団駅伝、またの名をニューイヤー駅伝、楽しんでいただけたらと思います。1月1日、明けましておめでとうとともに皆さん見てください。今日は、ニューイヤー駅伝でした。ありがとうございました。